カラッカラです。カラカラ、本当にあのグリーンビズカリューをそのこう、巻いてですね、湿気を防ごうということで苔の発生を防ぐ、ことをやってるんですが、まあそれよりもですね、カラカラになっちゃいまして、ようやくですね、雨雲が近づいてて、明日は雨のようですけれどもね、ここも少し危ないね、少し潤うと雑草も生えるんですけど、植物全体にねやっぱり勢いが出てくると思いますのでね、やっぱりこう一雨欲しいところですが、桜もやっぱり水がないのでね、少しあの元気がないですね。これ腐朽菌が入ると、腐朽菌が入るとこうなるんですね。まあ、やっぱり樹勢が、だいぶ戻ってきたんですけども、桜はどうしてもこういうことが起きやすいので、またあの檻を見て、剪定をね、プロの方に剪定をね頼もうと思ってますが、まあ、大事なね、潤いの場所ですのでね。こんな風になってる、ね、すっかすかですね。これなんだろう、あ、これはあっちの杭か、杭が転がってきてるんですね。モグラはね、モグラはすごい、ここやっぱり、ね、だいぶミミズがいると思うんですけど、まあ、そこもねあれモグラが下でね暴れたんでしょうけど、まあこれもね、大事な自然の設備ですのでね、まあその自然の設備に、まあ、あの似たところがあるんですけれども、いろんな要素で、世界の経済のバランスがね、一気に狂ったわけで、いろんなね、不都合が生じております。昨日今日と遠方からお客様に、たくさん来ていただいてありがとうございました。今日もあの昨日も体調をね、随分心配していただいて、昨日は小島さんからどぶろく風の美味しいお酒をいただきましたし、夜はやっぱり横浜から、新田さんご夫妻にご来場いただきまして、一緒に、一献楽しんだわけですけれども、お土産にやはりお酒をいただきました。ありがとうございました。今日は福岡県福岡市から、山本さんご夫妻がご来場いただき、ご来場いただきまして、シークワーサーのね、果汁とですね、やはりこの珍しい、またこれも楽しみです、お酒をいただきましてありがとうございました。ちゃんとインシュリンが出過ぎない程度にですね、たしなみたいと、味比べをさせていただきたいと、他にも皆さんからねお酒をいただいて、楽しみにしておるわけですけれども、インシュリンが出過ぎないように、たしなめば大丈夫だと思うんですが、やっぱりそういう人間もですね、糖を取らなきゃいいってわけじゃなくてですね、塩を取りすぎたら血圧上がりますから、むしろ糖よりも塩分も気をつけなきゃいけないよということを、ね、横浜の、ね、稲村さんからよくご指導いただくわけですけど、そうですね、確かに塩分ね一番恐ろしいと思うんですが、かといって、砂糖の、ね、取りすぎも良くないと、ここをどうバランスを取っていくかということなんですけれども、やっぱりその前に運動が大事ということになるかと思います。で、まあ、植物も全くそれは同じことが言えて、水も大事なんですけれども、その地表の、土壌の中にですね有機物がきちんと入ってないと育たないということですよね。そこをどううまく、生き物のね相関関係の中で、良くしていくかということが大事だと思うんですけども、まあウクライナの問題もありますし、COVID-19 が収まらないということでロックダウンがあちこちでまだあるという、部品が出てこない、それで、世界経済という、まあ、健康とかですね、社会の安定という健康がですね乱されているということで、それが病状となってあちこちに出てきているということですよね。
まあ、今までおかしかったことを見直すというチャンスにもなるので前向きには捉えてるんですけれども、やはりあの現実に足元を見るとですね、自動車が全く届かないということです。1月頃に、ご注文いただいた車とかがですね、もうようやく本当にお待たせいただいたアウトバックがね、まあ、伊藤さんの車もね出てきますんでね、それから、BRZ、 これあのグローバルで生産調整をしてますので減産しちゃってますので、なかなか、お手元に届けられなかった古根さんの、 あの BRZ もようやくね、この先週ね収めたということで、少しずつ、まあ、胸はなで下ろしてるんですが、何しろですね、新車が例えばこれを売らせていただいて、4ヶ月かかるわけですよね。で4ヶ月かかるとあの製造のですね、年間の製造のこの見通しというのが、だんだん立たなくなってくるということで、これはスバルだけでなく各社早くですね、製造をもう打ち切っちゃうという事態が今起きているわけですけれども、このフォレスターもですね、とりあえずこの車の気に入ってらっしゃる方は、あと3週間でですね、これを受注を打ち切りますのでね、まあ、今日これで、1日終わりまして、今が6時51分なわけですけれども、3週間後の6月26日ですよね、日曜日の5時半をもちましてね、この車は一応注文をですね、自由自在に、このグレードが欲しい、この色が欲しい、例えばこのカスケードグリーンで、このオプションコードが欲しいっていうことを選べるかっていうと、なかなかそれはそこでもうおしまいですよということですね。次がどうこうという話じゃないです。この車の製造するためのスケジュールをそこでもう目処を切っとかないと受けれないよということなので、フォレスターを考えてらっしゃる方はその部分をよく考えて、買うか買わないかを早く決断された方がよろしいかと思います。ということでですね、この緑色にこのね、ね、やっぱりこれが森の番人のね、魅力ですよね。こう緑にね、まあ、こんなにね、溶け込む ね、こんなに溶け込むいい色ですよ、これ、これね、BRZ に塗ったら素敵ですよね。まあ、つくづくね、そういうね、おしゃれなね、特装車がね、そのうちね、この事態が収まったらね、出ないかなと思うわけですけども、やっぱりね、似合う似合わないいろんな意味合いがあるんですけど、フォレスターにはね、この色がね、やっぱりあのナチュラルなこういう色がいいですよね。この辺のセンスをですね、きちっと生かしきるともうちょっと売れるようになると思うんですけれども、実はこのタンカラーっていうのはもともとそのフォレスターには似合うと思うんですが、あの SH 型ですからもう2つ前かですね、SHABCDFGHIJK ですからね、で I は1と間違えるんで抜けるわけですよ。だから HH、ね、この H の時にあのタンカラーをやろうとしたんですけどね、そのタンカラーをやる必要がなくなっちゃう、やってればねまたこれ面白かったと思うんですけど、なぜかというとその売れに売れてたので、売れに売れてたのでマイナーチェンジの必要がなくなっちゃってですね、モーターショーにはオートサロンかモーターショーにあの提案が出ててすごくおしゃれだったんですけど、それは消えちゃったんですね。でどうしてって言ったら、まあ、売れてる車種を何も触る必要ないですよということで、なくなったんですけど、それが後に WRX のね A ラインに展開されて、すごくおしゃれなね車になりましたよね。
まあ、ついこの間まで持ってた僕プラズマイエローっていう色が割と好きで、今度も GRB5.8 のこれはタンカラじゃないんですけども、あの6足を久しぶりにあの入手しましたので、それを、店頭に置いてるんですけども、これもプラズマブルーっていうちょっと紫の入ったあの青なんですけど、それのセダン、こいつがねあのカタログのイメージカーだったんですけど、それをまあ仕入れてですね、店頭に置いてるという、まあ、お客様にそれ買っていただいたんですけども、この車にね、採用されて非常にハイセンスなね、仕上がりになってました。そういうねあの、まあ、STA なら、まあ、そういうこのなんていうんですか、潤いのある車も時にはね、似合うと思うんですけれども、これは、まあ、アドバンスで、今のターボがアルカンタラのねブラック系の内装ということで、どっちもねなかなかいい味出してますのでね、まあ X ブレイクも面白いし、ツーリングもなかなかいいし、今フォレスタって本当にね、まあ、合い具合に商品展開されてると思うんですけども、その中でやっぱり今一番売れてるのがこのアドバンスだと思います。でアドバンスは今日あのちょうど僕今 2.4 リットルの WRX をあのお客様のお迎えとかですねお送りに使って、お二人乗せてですねこう運転してたんですけども、まあ非常にトルクフルであの気持ちよくて、乗り心地はやっぱり WRX の S そうですが若干硬めなんですけども、本当にこういい車になりましたよね WRX は。硬すぎずで、かといってあれで柔らかいと高速の安定性が若干損なわれるし、今までの WRX のイメージがなくなっちゃうんで、低速時には若干硬いんですけど、そのゴツゴツ感がない、ですから、まあ、上品なね、ご夫妻をこうお乗せしてもね、まあ、違和感がないっていうか、ちょっと申し訳ないなって思われずに済むんですよね。それが、まあ、一つ前の WRX 系ですとね、分かってる人はいいんですけども、そうじゃない人をこうお乗せするとね、ちょっとあのちょっとすいません、ね、乗り心地が悪くてって言わなきゃいけないところが、まあ、STI スポーツなんかはありましたのでね、そういうところが、まあ、全くなくなってるし、今度の STI スポーツはですねあのアクティブダンパーがついてますから、もうそんな心配全くない。そこへ持ってきて普通の今僕が乗ってる GTH もですね、極めてレベルの高いグローバルで通用する足になったと思います。まあ、そういう車に今日乗っていて、で今さっき何気なくこれにポンと乗り換えたわけですけど、そういうふうに乗り換えた時に思う感覚っていうのは、あ、この車はトルクがすごく下からあって、で乗り心地がまろやかなんだけど、腰が高い、この何て言うんですか、腰が高い車に感じるようなあの不安定さが全くなくて、あの今日乗ってる WRX の S4 とですね似た感じがするんですけど、それがですねもっとこのマイルドで、このマイルドでこの腰がこう何て言うんですかね、腰がゆっこ抑揚がきちっとありながらこう腰が十分動くと、突っ張れたところが全くないっていう、いいなって思いました今正直なところ、あの最初の印象はですね、これいいなってこう思いました本当に。みんなですね、車が今出てきてて、それぞれ全部味が違うんですけども、あの下の領域をこのリチウムイオン電池を使うあのモーターでですね、補うあのこのやり方はですね、うまく出汁を出してますね。まあ化学調味料だって僕はあの分離してるんですけども、本出汁に比べて化学調味料だと言うんですが、まあパックに入って売ってる本出汁とか鰹節もね、言ってみりゃその領域ですよね。本当にあの鰹節を削って作ってるわけじゃないですし、まあ煮干しをね、上手に
生臭さが出ないところでこう揚げるみたいなね、そういう出汁を取り方してるわけじゃないので、そういうお手軽な要するにトルクの出し方っていうところではあるんですけれども、まあこのモーターのね仕込み方っていうのが決してお手軽じゃないので、スバル独自のこのリニアトロニックの中にモーターをね仕込んで、電動だけでも走れるっていう、まあ、作り方をしているので、マイルドハイブリッドという領域の中ではですね、優れたシステムだとやっぱり改めてこう思って思います。この、顔になって、そろそろね見慣れてきて、いいなって思ってらっしゃるお客さんも多いと思うんですけど、僕は結構今回のこの根が好きでしてね、スバルに共通するこの目がさらにね、強調されて、良くなったなと思います。で、急かすわけじゃないんですけれども、次のね、雪のシーズンに、安心して乗ろうと思うとですね、もう本当にこの26日かまでに頼まないと思う車が作ってもらえませんのでね、ぜひね、フォレスター気になっている方はですね、ちょっと後ろ荷物が動きましたけど、フォレスター気になっている方はぜひね、この動画を、参考にしていただいて、注文されるといいと思います。これがね、モーターを使ったうまい加速です。エンジン軽やかにファーンって回っていて、エンジンのフィーリングと NA のフィーリングとこのトルクの乗り方が全然違います。で、今は少し回線が入るので、適度な回線が入るんですよ。回線ブレーキがその適度なところがいいですよね。この、アレンジがですね、ソルテラにも生きてます。ソルテラの、S ペダルっていうのはその回線を強く効かせるわけですけども、回線効かせてない時の走行フィールはこのフォレスターによく似てます。だからガソリン車に乗ってて違和感がないんですが、乗ってる人がこう乗り換えても電動、電気自動車にですね違和感がないんですけども、それはこのフォレスターなんかをですねグローバルでこうしっかり展開してきたスバルの一種の強みじゃないかなと思いますね。まあ本当に2年以上欧州に行ってないので、向こうの今の自動車事情がこの2年でどう変わったのかっていうのが肌でわからないのが残念なんですけど、またサハラさんとドイツで飲みたいなと、楽しみにしてたんですよ。サハラさんも今度いつドイツにいらっしゃいますかってねメールくださったことあるんですけども、残念ながらね行けない、我慢してるうちにサハラさんも国内にね帰られたそうでね、この間役員の庄司さんにね、海外人本部長の庄司さんにお目にかかった時に、サハラさん元気ですかってお伺いしたら、あ、サハラ日本に帰したよなんて、ね、おっしゃってたんで、今度ねまたねぜひ一回ねサハラさん飲みたいと思いますんでねぜひ、ご一献させてください。ね、ドイツで、一緒にねこの車の話をしたのがねつい昨日のように思いますけれども、向こうのジャーナリストがね本当に感心したというね、良い車作りましたねって言ってくれた車ですからね、それはこの顔になる前のやつでしたけども、でそれがここの年間を経てね本当に洗練されてます。まあますますね、深みをね、持っていくんだと思うんですけれども、今日はねもうちょっと暗くなってしまいましたが、忙しい一日でした。今日もいろんな方とねご縁ができて本当に嬉しく思ってます。それじゃあ明日掃除でね始まりますので、7時半から掃除をしたいと思います。それじゃあ明日もよろしくお願いします。